一般財団法人東京六大学野球連盟は、東京を所在地とした六校の大学の公式野球部で構成された大学野球リーグである。全日本大学野球連盟参加。神宮球場玄関前での六大学投手陣、現存している大学野球リーグでは最も長い歴史がある。1903年に開始された早稲田大学と、 慶應義塾大学の対抗戦を発祥とする。1906年、応援の加熱などから総敬戦は中断されたが、明治大学、法政大学、立教大学、東京帝国大学が参加。同年秋リーグから他校の説得により、総敬戦が再開され、ここに東京六大学野球連盟として正式に発足した。 翌年の1926年10月には、神宮球場が東京六大学野球連盟の協力のもとで完成、実質的には連盟専用球場として運用されることになる。プロ野球人気が高まりを見せるまで長く日本の野球人気の中心的存在であり、土日に神宮球場で開催されることもあって、 大学野球連盟の中では平均入場者数が最も多い。プロアマチュア9回へも多数の人材を送り出してきた。また、アマチュアのリーグでありながら、公式野球を代表して天皇杯が可視されている。各校から OB1 名ずつが先輩理事として出されるほか、各校の部長、監督、首相、マネージャーらが理事として、連盟の運営に当たる。 他に事務局長を筆頭とする事務局員が連盟運営の実務を担当する。代表者は理事長で色派順による各好部長による持ち回り1年任期である。部長、監督、助監督、コーチマネージャー以外に1試合にベンチ入りできる選手は25人。ベンチ入り選手は1試合ごとに変更可能。監督以外の3人の指導者がベンチ入りできる。 その他に、1980年から2008年まで、特別用意に1名が、ベンチ入りできた。2008年春季リーグ戦より、試合開始前と試合中に、各1回、監督名と、ベンチ入り全25選手が、スコアボードに表示されるようになった。1年にシーズン制をとっており、それぞれのシーズンで6チーム層あたりの15カードを、戦う。通常、 開幕試合は前シーズンの優勝チームと最下位チームが14カード目は前シーズンの優勝チームと2位のチームがそれぞれ対戦する。最終15カード目には総計戦が組まれる。毎週末の土曜日曜に1カードずつ開催しており1週目から7週目は2カードずつ開催8週目は最終総計戦のみを開催する。 リーグ優勝校の発議などで9週間の変則日程で行われることがあり、この場合、総計戦は最終第9週に行われ、第7週、第8週も第13カード、第14カードがそれぞれ単独で開催される。対戦カードの勝敗の決め方として、単純な1試合制ではなく、2戦戦勝方式の総当たりによる勝ち点制を採用している。 同一カードで試合を連続して行い、先に2勝したチームがその相手校との対戦に勝利、したとして対戦を終了、勝利チームは勝ち点1を獲得する。引き分けの場合も再試合を行い、対戦校のいずれかが2勝するまで対戦は完結しない。ただし2020年は春季は1回戦争をあたり、 周期リーグ戦は2回総当たり戦で9回終了時点で、同点の場合は引き分け。勝ち点も試合ごとに異なり、勝利1、引き分け0.5、負け0となる。週1カードしかない総計戦は、ダブルヘッダーではなく1日1試合を行う。試合開始時刻は1日2試合の場合は、第1試合11時より、第2試合13時30分より、1日1試合の、 場合は13時。2009年春季リーグ戦より、平曜日における第1試合の開始を10時30分に早めた。かつては、第1試合を12時より開始していたため、特に秋のシーズンにおいて、第2試合の途中からナイトゲームとなることが多かった。週末で決着がつかない場合は、週明けの平日に再試合が行われるが、 月日水曜の3日間でも決着がつかない場合は、翌週以降の平日に対戦が繰り越される。試合日程が、プロ野球の試合と重なる場合は、平曜日と称しており、試合開始時間を早める他延長戦は行わず、引き分けとしている。プロ野球の開始時刻に配慮してのものだが、こうした規定があっても6大学の試合が長引いて、 プロの試合開始が遅れることがごく稀にある。引き分けは、プロ平曜日は9回終了時、それ以外は1.2回戦は12回終了時、3回戦以降は1勝1敗の場合、15回終了時同点であれば、引き分けとしているは15回を満たしていなくても、JST17 時を過ぎた時点で次のイニングスに入らない。7回終了をもって試合成立とし、 それ以前の試合中止はノーゲームとなる。得点差によるコールドゲームの成立は採用していない。なお、2011年東日本大震災が発生したのに伴う節電対策の一環として、同年春季リーグにおいては、日没で試合続行が不可能となった場合は、コールドゲームとするなど、特別ルールが制定された。2020年は、 新型コロナウイルスの影響による開催方式で球回終了で同点引き分けとした。その他は次に示す。以上は基本的に東京6大学野球連盟として独自のもの。他のリーグで採用しているものもあるが、大学野球では基本的にはリーグ最速は独自のものとして運用される。なお、 新型コロナウイルス対策による2020年周期大会以後の1試合ごとのポイント制が採用されて以後は原則として同じ価値点で1位が2チーム並んだ場合は1ゲームプレイオフで優勝を決める3チーム以上が並んだ場合は優勝を預かりとする2位以下の場合は記録上は同順位となるが 次回シーズンの組み合わせ決定などの都合上、前シーズンの上位チームを上の扱いとする。審判員、公式記録員とも、各校が各校から3名ずつ選出され、休審及び、累審3名の4名で審判を行う。また、試合判定に関わる、規則委員も、各校から1名ずつ、 選任された OB が務める。各試合の審判員、記録員とも対戦等外交以外の者が務める。また、球場スタンド内のボール係は各校のベンチ入り以外の部員が務めている。各校に共通して、背番号は、監督が30、助監督、学生コーチが40.5051、首相が10と決められている。プロ野球にある、例 零零番は存在しない。各校とも、背番号に、一定の原則を有している。例えば、早稲田なら、投手は10番台、内野手は一桁、正捕手は6番、外野手は20番台、第二捕手は26番、明治なら、レギュラーは守備位置に応じて、背番号が振り分けられる。立教なら31番以上の番号を、選手はつけない、などである。 新人やシーズン途中からベンチ入りした選手などはその時点の空き番号や30番台をつけることが多い。背番号はカードごとに変更可能であり、開幕当初とシーズン後半で背番号が違う選手も見られる。早稲田のみ9番を欠番としている。これは1972年の第1回日米大学野球選手権の試合中に、 東部に早急を受けて死去した東門名が、大学では9番を使用していたためである。ユニフォームは、総計以外の4校は専攻用、高校用の2種類を一時期使用していたが、現在は1種類のみ。特に早、経営、名は、帽子やユニフォームのカラーロゴなどを戦前から、ほとんど変えていない。早、名は、襟付きのユニフォームを使用しているが、これは、 日本野球の早々期の名残を留めているものである。個人タイトルは、首位打者と最優秀防御率の2つ。それぞれに、トロフィーが与えられる。規定打席、投球回数は、地域により、差異があったが、現在は、打席は、プロ野球同様試合数3.1を、規定打席数とし、投球回数は、試合数2を、規定回数としている。 アマチュア野球担当記者たちの投票により、ベストナインを選出している。ベストナイン戦外の選手で、目覚ましい活躍をした選手には、特別賞が与えられる。過去には、本塁打記録を大幅更新した、法政、田淵光一、史上二人目の完全試合を達成した、立教上獣、佐都市の二名。2003年春季リーグ戦より、 連盟ホームページにおいて、ファン投票による MVP を選出している。斉藤裕樹が入学して、以降は成績に関わらず、斉藤が大量得票で MVP に選出されようになり、2010年周期には投票ページに良識ある、投票を呼びかける注意書きが設けられた。2017年春の閉幕式リーグ戦、第1週の試合前に開幕式を、 総計最終戦終了後に閉幕式を行う。開幕式では、連盟理事長の挨拶、毎シーズン優勝チームからの天皇杯返納と、選手宣誓が行われる。閉幕式では、各杯の授与と、連盟理事長の挨拶が行われる。なお個人表彰、ベストナイン表彰は、閉幕式中には行われず、終了後に表彰と、写真撮影が行われる。 いずれも、東京六大学応援団連盟が協力している。入場行進曲は、各校の第一応援曲のメドレーが、リーグ戦の順,の順位の順番で推奨され、曲が変わるのに合わせて一塁側ファウルグラウンドに、控えている各校の第一応援期が形容される。2010年の結成85周年記念として、優勝校には優勝期が贈呈される2000年より、 稼働し、全試合の速報、結果、個人成績や、過去の成績、連名役員や、各校の部員名簿などを掲載。試合速報はほぼ、リアルタイムに近い速さで配信している。試合速報、結果の画面は、神宮球場のスコアボードを模している。ファン投票による MVP 選出も行っている。携帯版でも試合速報をほぼ、 リアルタイムで配信している。以前は、神宮球場テレフォンサービスもあり、プロ野球を含めて試合予定、経過、結果を確認することができた。2016年度周期まで、新人戦として、春秋リーグ戦の最終日の翌日から行われた。出場は1.2年生が対象で、原則として、神宮球場で行うが、プロ野球の試合スケジュールの都合で、 加盟各大学のグラウンドを借りて開催する場合もあった。大会は特別ルールが適用され、延長戦はタイブレークを採用。ノーアウト1.2塁という設定とし、9回終了時の次の打者から攻撃を開始。9回終了時の最後の2人の打者がそれぞれ1.2塁に立つ。また試合成立後天才により、同点で途中打ち切りとなった場合は、 サスペンデッドゲームとする。2016年まで新人戦トーナメントだった時期は、決勝戦と3位決定戦は、タイブレイクは適用せず。神宮で、プロ野球開催がある場合の午後4時以後を超えた、場合は次のイニングに入らない。また日没、及び神宮の規定時間を超えて同点である場合、決勝戦は、優勝預かりとみなす。 3位決定戦は9回終了で次のイニングに入らない。審判は、球審と累審の2人。2017年度春季からは、フレッシュリーグの名称で、リーグ戦の前座として、開幕日、リーグ戦中のプロ野球平用日を除く毎日1試合、およびリーグ戦最終日の翌日から3日間は、各2試合、6チーム総当たりリーグを行う。リーグ戦と、 同時開催日は9回以前でも1時間50分を超えて新たなイニングに入らない。同年周期は従来通りトーナメントを行う。2018年度春季からは指名打者制度導入。東京六大学野球連盟が結成された当時は、娯楽文化が現在とはだいぶ異なる様相を呈しており、当該野球対抗戦はスポーツ競技娯楽として、 絶大な人気を集めていた。このため、六大学野球連盟成立前の加盟候補に上がったチームや、成立後に至ってもこの連盟に加盟を希望するチームは、媒挙に瞳まなかった。また、東都大学野球連盟との関係に関しても、様々な移設がルフされている。いかに、それらにまつわる事例を紹介する。 1> 第1回総計戦の両校選手1906年10月28日の総計1回戦。三大学リーグ開幕、日田水州東大いよいよ野球リーグ加盟、板倉拓造と高田さなえ連盟結成以降を記述。総計戦再開に先立ち2類上で演説を行う、安倍総宮武三郎と、 小川翔太郎東京六大学野球の一場面九百三十二年春、六大学リーグ戦入場式慶応応援席の一文字戦前最後の六大学野球入場式、出陣落と走行総計戦戦後最初の六大学野球開幕式。九百五十一年春の東立決勝戦三塁から生還する長島茂雄法政三場ガラス二千十七年の 東京六大学野球総計戦を期限とすることから、最終戦の対戦カードは必ず総計戦となっている。総計戦は、日本の野球の発展に大きな影響を及ぼし、長く国民的な注目を集め、現在も両校の学生や卒業生が応援しており、他のカードをより多い観客数となっている。総計戦が必ず最終節に組まれているため、 総計両校は、前後カードを戦うのに、最大8週間かけることができ、かつ3週連続で試合を行うことは、絶対ないのに対し、他校で、第1週に出場しない学校は6週間で5、カードをこなさなければならないので、選手の疲労度を考慮すると、日程面では、総計両校が他校と比較して有利である。また総計戦は1日1試合のみであり、 原則プロ併用は、なしで試合前の球場練習時間も確保されている。他リーグでは通常、前シーズン1、2校のカードが最終週に組まれる。成立以来全国から有力な球児たちが集まり、テレビ普及による、プロ野球の人気上昇前においては、日本の野球において、高校野球と人気を二分してきた。1980年代以降は以前ほどの人気を、 集めなくなったが、東京六大学野球連盟の発表する観客動員数によると総計戦を含まなくとも、大学野球では全国随一の動員力を維持している。六大学野球が成立する以前から加盟を求める大学が相次いだが、連盟はそれを拒否してきた。リーグ戦で指名打者制を採用していない。試合開始終了時には、 両校応援席とも後期を形容して、高歌聖賞と、フレーフレーの掛け声からなる、エール交換を行い、相手への敬意を表する。エール交換中、応援席に座る学生たちには、相手校への敬意から、規立、脱帽が義務付けられている。コンバットマーチダッシュ系を狙い撃ちチャンス縫製セントポール鉄ワンアトムなど、現在高校野球やプロ野球で使われる。 応援局の多くが東京六大学から生まれており、東京六大学の応援が高校野球やプロ野球へ、そして全国へ伝播したものである。また、野球応援にチアリーダーが登場したのは東京六大学が最初とされている。創世期のプロ野球の運営方法にも影響を与えたものもある。週末を中心にすべて神宮球場のみで行われる。 全国の大学野球リーグで独立した球場のみで、すべての試合を行うのは本連盟と、東都大学野球のみ。東京六大学野球連盟は、神宮球場の建設時に協力をし、また1931年の神宮球場の拡張の際に公費を負担した経緯から、球場の使用割当てを決定する上で最優先の配慮を受けており、リーグ戦開催時期は、 リーグ戦終了後に行われる新人戦まで含めて東京6大学野球連盟が優先的に神宮球場を使用して試合を開催する。ベンチの配置は原則として対戦組み合わせスケジュール表の左のチームが三塁側、右のチームが一塁側となるが、総計戦は全試合共通で、バセダが一塁側、慶応が三塁側と固定されているを背景とする。 ただし選考は他の組み合わせと同様に組み合わせ表の左側のチームとなる。なお、土曜日に開催される1回戦が雨天などの理由で2試合とも中止となった場合、試合順及びベンチの配置、攻撃順は翌日にスライドさせず、月曜日以降に開催される2回戦に引き継がれる。一旦販売された入場券の扱いも同様である。リーグ戦期間中に、 各校応援団が利用する応援リーダー台は、東京六大学応援団連盟の共有所有物であるが、その応援リーダー台の設置のために、球場設備の一部である、フェンス支柱に応援リーダー台固定用の突起金具が溶接されている。こうした他では考えられない便宜を提供するほど、球場と大学野球連盟の関係が深いのは、全国でも唯一と言っていい。 前述のように、東京六大学連盟が、神宮球場の設立期に協力したことに由来する、ものと考えられる。スコアボードの公名表記は原則として、アルファベット表記であり、例えばワセダならば、得点欄は、W、選手名の一番上には、ワセダと表記される。スコアボードが回収された2008年春季以降は、選手名上部は、ユニフォームと同じ書体。 2008年周期からは、特典欄も、帽子のマークと同じ表記となった。このため立教の特典欄の表記は、R ではなく、シンボルマークの揺りとなっている。球場内の座席は、以前は、学生席、外野席、内野席、特別指定席に分けられていたが、低下している。観客動員数の改善のため、2010年、春季リーグから、学生席は、 応援席に代わり学生以外も入場できるようになり、また学生は内野席に800円で入場できるようになった。神宮球場でのアマチュア野球の試合で外野席を常時開放するのは原則として東京6大学野球のみ。2020年は観客数制限もあり内野席券と前期の学生内野席券のみ。主な記録は連名ホームページ。 ベースボールマガジン社発行の雑誌、大学野球等でも確認できる。連盟ホームページを参照のこと。リーグの各記録に、5大学リーグ以前の記録は含まれていない。2021年春季リーグ戦時点1940年、春季は慶大、明大、立大の3校が7勝3敗で並び、優勝預かりとなった。 平成以降の優勝校のみ1936年頃の東京六大学野球中継1927年秋のリーグ戦からラジオ中継され、テレビでも早々期から中継を行うなど、マスコミは人気コンテンツとして六大学の試合を中継してきた。1960年の総計六連戦当時は NHK だけでなく東京キーの民放全員局が、 これを中継するなどしていたが、その後民放は順次撤退、NHK も放映数を減少させていった。テレビ、神奈川や東京メトロポリタンテレビでも開局直後から数年に渡り試合中継を行っていた。1974年周期、東大が、放題の江川すぐるから勝ち星を挙げた試合では、テレビ神奈川が異例の中継延長に踏み切った。 それを知ってか試合終了後に東大ナインがテレビカメラに向かって一礼する一幕もあった。1981年5月には東大が総計から勝ち点を上げ赤門旋風を巻き起こしたことから TBS が急遽東大立教4回戦を中継した。ただ80年代に入り唯一試合中継を継続していた NHK が 総計戦を含む数カードに中継を絞り、その後ラジオ中継を廃止、1997年春季には総計戦のテレビ中継も中止した。しかしそのシーズンに、境内の高橋義信がリーグ対記録の22号本塁打を総計戦で放ったため、視聴者から中継中止に対する抗議が多数寄せられる事態が起きた。 歴史的瞬間を逃した失態と感じたか、NHK はその年の周期から総計戦の中継を再開した。2006年春季、連盟はリーグ戦全試合のインターネット中継の実験をイーブチャンネルで開始、同年周期には日本テレビと提携して、第2位日本テレビにおいてインターネット中継が実施された。 2006年11月の東京六大学対東京ヤクルトスワローズ戦は東京 MXTV が生中継した。2007年春季、前年夏の甲子園優勝投手で話題の斉藤、結城が壮大に入学したことにより試合中継数が一気に増加。民放放送各局が連盟と放映権獲得を めぐり交渉した末、日本テレビが獲得し6大学の試合中継を再開することとなった。BS 日テレでは、早稲田戦の10試合を CS 放送の日テレ G では、全試合を中継し、地上派では、斉藤裕樹が1年生開幕投手を務めた4月14日の東大早稲田戦を中継した。また5月12日には2007年春季リーグの 模様を中心に6大学野球の歴史を紹介した2時間の特別番組を放送した。ちなみに、ラジオ中継は日本放送が放送権を獲得。2007年5月20日には NHK が早稲田明治戦を緊急性中継を実施し、6月2日3日の総計戦では NHK が中継したほか 日本テレビも6月3日に特別番組を編成して、地上波中継を実施。この日の総計戦は、NHK と日本テレビ合わせて14.3%を記録した。CS では、日テレ G の放送会シーズンは、パワーチャンネルガオラスカイ A で放送を行っていた。また、東京 MXTV での中継録画を、スポーツは ESPN でも放送していた時期もある。 なお、スカイエでは2009年春季リーグから、テレビ朝日協力により中継を再開し、現在も放送しているが、録画放送のみとなり、生中継は2015年春季リーグまで、テレ朝チャンネルに、2015年秋季リーグは、BS 朝日で放送している。現在、地上波では NHK 教育テレビが総計戦の、日曜の試合のみを、テレビ中継している。ネットでは、 2009年よりインターネットテレビ局ノーネスチャンネルが運営する東京六大学野球オフィシャル TV において春季、秋季リーグの全試合が配信されている。また2014年からはノーネスチャンネルによる東京六大学野球オフィシャル TV ライブにおいていくつかの試合が神宮球場よりネットで生中継されている。新聞、雑誌でも戦前は 大手隠しが、スポーツ記事では最も大きい取り上げ方をしていた。試合の詳細まで掲載していたため、戦前のリーグ記録は、新聞報道に頼る部分が少なからずある。戦後もテレビラジオ同様重要コンテンツとして、取り上げてきたが、やはり同様に扱いが少なくなり、江川すぐる卒業後はさらに記事が減少していった。中には、 取材不徹底のまま総計戦の人気低迷を取り上げる新聞も出た。ただ2007年の斉藤裕樹の入学に伴い、東京六大学の新聞、雑誌でもその扱いが一気に増え、斉藤が登板した翌日は一面に取り上げる、スポーツ誌も多かった。雑誌としては、ベースボールマガジン社が年3回、週刊ベースボールの増刊として、大学野球を刊行している。 元は、東京六大学野球特集号としていたものが、大学球界の全国各地での発展に伴い、名称を変えたものである。とはいえ、東京六大学野球に咲かれる紙面は、今も最も大きく、関東を含めて、注目選手へのインタビューのほか、選手名鑑、歴代の記録、毎シーズンの試合結果や記録などを網羅している。 同市2007年春キリング戦展望号では表紙を斉藤が飾った。同市の観光誌において入学したばかりの選手が表紙を飾るのは極めて稀なことである。神宮球場では神宮球場ガイドブックを春、秋の2回観光していた。東京ヤクルトスワローズ関連の記事と共に東京六大学、東都大学の選手名鑑や記録が掲載され、 さらに各連盟 OB のインタビューや過去の東京六大学リーグ戦の記事などが紙面を飾り、六大学野球ファン筆形の一冊となっていた。2007年春号は同ガイドブック史上初めて斎藤を含む各校の注目新入生を紹介する応外が設けられた。東大は発行の時点で入部選手が確定しておらず、新人選手の紹介はなかった。ガイドブックは 第4週終了時点で、同志史上初めて第一冊を完売した。なお、2017年からは同志に代わって、連盟公認のオフィシャルガイドブックが発刊された。また、日刊スポーツ出版社は、カレッジベースヒーローズを2007年からマイリーグ、戦前に刊行していたが、現在は休刊となっている。この他、連盟発行のポケットサイズ選手名簿が、 神宮球場内で発売されている優勝パレードの様子。写真は、砲台のモノリーグ戦の優勝校は、全日程の終了後に優勝パレードを行うのが恒例となっている。パレードの参列者は、紅白の蝶鎮を携えて行進することから、パレードには、蝶鎮行列、蝶鎮パレードの別名がある。大ね神宮外苑内の絵画館前を起点とし、 大学本部のある地点までを更新ルートにしている。選手たちはオープンカーに乗って更新に参加する。なお近年では渋滞への配慮等から神宮外苑を起点としたパレードを実施しない場合もある。流行率戦中段の競技1933年10月1日の早稲田立教3回戦は立教が11から4と大量リードのまま9回表を迎えた。 ここで、早稲田が反撃に出て、大量5点を奪い2点差に迫り、なお西万塁と詰め寄った。ここで、打者長野を迎えたところで日没のためグラウンドが暗くなり、試合続行不可能と判断した。審判団は、両校監督、首相と協議の上、同じ状況のまま翌日に試合を延期することとした。翌10月2日、 9回表、早稲田の攻撃、西万塁の局面から試合は再開された。早稲田の打者長野は、立教の投手演伝の3球目に投げ頃に倒れ、試合はあっさり11から9で立教の勝利に終わった。以後、連盟規定改定などの関係で、同様のサスペンデッドゲームは実施されていない。2007年の春季リーグは、同年に、早稲田大学に入学した。 斉藤勇樹の開幕登板が予想されたことから、チケットを求める問い合わせが殺到し、史上初めてチケットピアでの入場券前売りが実施された。新入生が開幕投手を務めるのは実に77年ぶり史上二人目であった。4月14日の開幕戦は前年春の4倍となる1万8000人が詰めかけ、法制との対戦となった。 同じ4月28日は2万人、斉藤が先発した4月29日は2万8000人を記録し、従来総計戦以外では解放されない通称、三角内野が解放された。この観客数は、総計戦以外では1992年春季第7週、法政明治戦以来の2万人超えとなった。両日夜に、同じ神宮で行われた東京ヤクルトスワローズ。 読売ジャイアンツ戦の観客動員は28日2106人、29日29,654人であった。斉藤祐希の人気が、プロ野球、それも従来首都圏で最大の動員力を持っていたとされる、巨人戦に肉迫する結果となった。さらに5月20日の聡明戦では、3万人が、神宮に詰めかけ、 6月2日からの総計戦では2日3万4000人、3日3万6000人の監修が集まった。6月3日の観客数は当日行われたプロ野球交流戦の6試合中5試合を上回り、北海道日本ハムファイターズ対阪神タイガースに次ぐ動員数となった。入場券を求める行列は4月28日には400人以上に上り、 その後シーズンの経過に連れその列が増えてきた。そのための混乱を少しでも回避しようとしてか、連盟ホームページでは1日2試合の場合の会場時間が9時35分であることを記載し始めた。連盟では混雑による事故を回避するため、従来の倍以上の警備員を配置して観客整理と警戒に当たっている。 総計戦では1994年の展覧試合並みの200人体制を取った。早セダ野球部を乗せたバスは、斎藤三田さに詰めかけるファンとの衝突、事故を避けるために、球場正面玄関に横付けされ、選手たちは厳重な警備の下で、入り退場をしている。他校の場合は、球場前の駐車場に止める。ただし、早セダの出ない、 週の観客数は概ね例年並みとなっており、6大学の人気復活とは言い切れない状況であった。1年生の斉藤が2007年春季リーグの開幕投手で勝利を収めたが、これは1927年春季の慶応宮武サブロー以来80年ぶり。斉藤はこのリーグ戦で通算4勝を挙げ、1年生投手の 春季リーグ戦での4勝以上は1927年、宮武1929年、早稲田小川正太郎、1991年、早稲田小田淳也に次いで4人目となった。斉藤は、ベストナインにも選出され、1年生投手が、春のベストナインに選出されたのは1954年周期の、制度制定後初めてである。 2007年9月6日の連盟理事会で、東京六大学野球の2008年版カレンダーを発行することを決定した。連盟によれば、ファンサービスの一環とのことだが、カレンダーの発行は、同連盟史上初めてのことである。また2008年春季リーグ戦の開幕と同時に、ベースボールカードも発売された。連盟によれば、過去に、ブロマイドが発行されたことはあるが、 カードの発売は初めてだとしている。斉藤が卒業後は再び加工し、ここ数年は平均8000人程度の観客動員数となっている。ありがとうございます。